これは俺の友人が体験した話である。よく開かずの踏切という話を聞く。何のことはない。右から電車が来るのを待っていると、その間に左から電車が来てしまい、またそれを待っていると、今度はまたしても右から電車が来てしまい、なかなか踏切の遮断機が上がらないというだけのことなのだが、もっぱらそんなことは都会の線路が複数並んでいるような場所でしか起こらないと思うが、今回話すのはそういう開かずの踏切ではない。白山市、しかも線路は上りと下りの2本しかない。そんな場所の遮断機が全く上がらないのである。そこは白山市の中でも特に飛び込み自殺が多い踏切から2本離れた踏切になる。その自殺が多い踏切というのも、本当に田んぼに囲まれたのどかな場所なのだが、昔からなぜか飛び込み自殺が絶えない。全く不可解な場所である。そして今回書く話は、その開かずの踏切という場所に、友達と二人で探索に行った友人の体験談である。その日は土曜日であり、翌日が休みということで、かなり夜更かしして遊んでいたのだという。そしていよいよ深夜になり、退屈が最高潮に達した時、どちらからともなく以前から話題に上っていた開かずの踏切に行ってみようかということになり、二人で現地へと車で向かった。現地に着くと、すでに午前1時を回っていた。彼らは懐中電灯を持ち、怖いので車のエンジンはかけたままにして踏切へと歩を進めた。さすがにそんな時刻になると、通過する電車もたまに来る貨物列車くらいのもので、ひっそりと静まり返っている。彼らは線路の中に入り、上り方面と下り方面の両方を見渡した。当然電車が来る気配はなく、線路の先には漆黒の闇が広がっている。彼らはさすがにこんな状態で遮断機が降りるわけがないよなと、お互いに納得し合う。その後線路から出ようとした時、突然カンカンカンと大きな音が聞こえ出した。そして遮断機が降りてくる。彼らはまさか本当に遮断機が降りるとは思っていなかったので、体が硬直し固まってしまう。しかし遮断機が降りた以上はもうすぐここを電車が通過するのだろうと思い、すぐに線路から出た。こんな深夜に貨物列車だろうか、彼らは思った。そしてその貨物列車が来るのを待った。しかし電車はなかなか来なかった。しかも近づいてくるライトの存在もなかった。彼らは本当に来るのかと疑心暗鬼になる。そしてこの開かずの踏切の正体は、
誤作動で降りたままになった遮断機というオチなのではないかと結論付けた。相変わらず遮断機はカンカンカンと大きな音を立てている。彼はもう十分だろうと思い、もう一人に声をかけ車に戻ろうとした。そこで初めて車のエンジンが勝手に停止していること、そして先ほどまでうるさいくらいに聞こえていた虫やカエルの声も完全に消えていることに気づいた。彼は車のエンジンかけっぱなしにしておいたよなと、もう一人に問いかけた。しかし返事はない。彼は振り返って辺りを見回した。するとあろうことか、もう一人の彼は踏切に向かいふらふらと歩いている。その前方にある踏切には、見たこともないような真っ黒な列車が停止していた。その列車にはたくさんの人が乗っているのが見えたのだが、どの顔にも生気はなく、ただぼんやりと踏切に近づいていく彼を見ているのが不気味だった。中には顔が潰れたような人、焼けただれた顔の人、血を流している人など様々だったが、そのどれもがうっすらと笑みを浮かべながら近づいていく彼を見ているのだ。彼ははっと我に返り、もう一人のもとへと走った。そして遮断機をくぐろうとしている彼を思いっきりつかみ、後方へと突き飛ばした。顔を上げて列車の方を見ると、どの顔からも落胆したような様子が伝わってきた。その後そのままの状態で5分ほど経つと、その黒い列車はゆっくりとスタートし、闇の中へと消えていった。それと同時に遮断機も上がり、警報器の音も消えて、元の静かな空間に戻った。その後友達の元へと駆け寄り、揺り起こすと、彼はゆっくりと目を開けた。しかし、黒い列車が見えたことまでは覚えているが、それ以後の記憶はすべて消えていた。これが俺の友人が体験した話である。彼は最後にこう付け加えた。もしかすると、いや、多分、あの辺りで起きている飛び込み自殺には、きっとあの黒い列車が関係していると思う、と。この踏切は、今日も白山市でひっそりと遮断機を下ろしているのかもしれない。この踏切は実在する。